星野監督は拳で語る監督であったことは有名である。山本昌選手は当時無名だった巨人の井上選手に、2本の本塁打を浴びた際、ベンチ裏で星野監督にボコボコにされた模様。殴られて顔が腫れすぎていたのでそのまま降板となった。先発投手が打たれて降板した際、監督室に呼ばれて、星野監督にボコボコにされるらしく、投手は試合終了までベンチで過ごす時間が苦痛だった模様。星野監督が日本代表監督になった際、上原選手は鉄拳制裁を恐れて、監督室に呼ばれただけで、気絶したことがあるらしい。乱闘の際、球審の肋骨を骨折させたことがある星野監督。この様子を見ていた人が刑事告訴してしまい、星野監督は5試合の出場停止処分となったことがある。暴行している様子を見た助っ人外国人のパウエル選手は、星野監督に対して自分がそんなに強いと思うなら俺を殴れ、病院に行くのはあなたの方だぞ、暴力はやめてくれ、と訴えたが、それ以降パウエル選手は試合に出してもらえていない。星野監督は他球団の選手であっても母校の明治大学の選手を、とても大事にしているため当時ヤクルトにいた広沢選手は、乱闘になっても守られていたらしい。その分、古田選手に危険が及んでいた模様。